申し込む。不動産が降りるなら命も交番、朝一、今後は検討中。V6 の聖のバラ会見41が3月末で司会を務める NHK 朝の看板番組朝一月並みダッシュ金曜前8:15を降板することが2日分かった。2010年春の番組開始時から8年間にわたってコンビを組んできた宇藤由美子アナ48と共に同時降板することになる。同局関係者によるときっかけは相方の降板決断だという。同局関係者は宇藤さんとの掛け合いでしか生まれない味がある。二人だからこそ挑戦的な番組を成功に導くことができたし、8年でやりきったとの思いもある。宇藤さんが降りるならと引き際の美学を大切にしたのでしょう。と推し量る A コンビを失う番組は継続するかを含めて検討中。関係者は急ピッチで調整を進めていると明かした。朝一のやりとり。逆三角交際ツッコミ週刊誌で宇藤アナの熱愛が報じられた翌日の番組で、聖のバラが何かあったんですか、男女の関係のことか何か。逆三角ハンカチ連続テレビ小説バッサンを見た宇藤アナが涙をこぼし、聖のバラがハンカチを手渡した。以来宇藤アナは泣くと聖のバラがハンカチを出すのが恒例に。逆三角セクハラ40代からのセクハラ特集で、聖のバラは返しがうまいからといって縁結びなどの話題を独身の宇藤さんに振るのはどうか。セクハラはこの番組でも結構あるのでは。Thank you.